読ませていただきます、はい、当てては内山浩貴さん、はい、ということで、はいはいはい、読ませていただきます、かつての内山くんといえば不愛想な声優日本代表と言っても過言ではありませんでした。若さに似合わず何事にも動じず感情をさらけ出さない、それは時にシャイとも見えるし時にふてぶてしいとも見える独特の雰囲気でしたが僕個人の目には他人には容易に心の奥を探らせないぞと決意した人の態度だと映りました。その辺どうですか内山さん、そんな周りと交わらない孤高のローンウルフであるはずの彼が今回第1話の収録の際久々のアフレコに戸惑っていた八峰さんの様子を見るやなんとマイクとの距離の取り方からセリフを尺に合わせて入れるコツなどあれこれと手助けを始めたのです。これにはびっくりしました。いつからそんなに優しくなったんだと14年という時間がそうさせたのでしょうか。少なくとも僕にそんな優しく接してくれたことはありません。別にそんな筋合いはありませんがちょっと嫉妬してしまいました。次に会ったら僕にもちょっと優しくしてくださいということでした。これガチすぎない？あすごい。そうなんですね。だって俺清水さんって小学5年生から仕事してるんですよ。小5からだ、ランドセル背負ってる頃ですよ。もうほんとそれくらいからガチでしたね。内容ガチでしたね。恥ずかしくて何も出てこないですね。ロンウルフ。実際そうなんですか。やっぱりその意識してもう人には心開かないぞって決めてたんですか。いや何にも決めてないですけど、でもそれこそ最初にネクの声をやった高校生の時とかは、うん、もうネクのキャラクターともう全部気持ちわかるみたいな気分でした。へえ。拒絶するっていうか、うん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 、だからすっごいやりやすかったし、やってて。あの生の感じが出せるなって自分でも思ってたんで、うん、ちょっと見抜かれてたっていうか、うん、これやっぱ今30代になって人に優しくしようみたいな心が芽生えてるってことですか。だってだって当時まさにその時よ、はい、そわぜかのゲームの収録に行った時にちょうどウッチが撮り終わったところで、うん、で「おはようございます」って入ってったら「おいおいちょうどよかったちょうどよかった」ってそれこそ清水さんが「あれあれ内山君知ってる？」って言って俺名前は知ってたけど会ったことなかった、はい、だから「あっ似顔内山君かよろしくね」って言ったら「おいあれあれあれ嘘ですよバラエティーあそうなんですね。木村良平さんからもシークレットトークでしたね。やめてそっかローンウルフや間違いないそれは間違いなくローンウルフ。清水音響監督がおっしゃってた通りということで、ただですね実は、事前のアンケートで八峰さんも、清水音響監督と似たエピソードをお答えいただいてるということで、うん、そうですね。その内山さんと初めてお会いした時に静かだなと思って、うん、もう喋る時はふわっと喋る方だなと思ったんですよ。でもう席もすごく遠かったですし、うん、なんか飴玉舐めるとかチョコ食べますかって時も結構ですみたいな感じだったんですけど、こう本番始まったらこうガツンとキャラがガラッと変わって、なんかついてこいっていう頼もしさがあって、あっネクだって結構心ドキッとしましたね。へえ、はい、どうですか。いやーどうですかねいやこの人はあのマイクの前ではこんなに変わるのかと、頼もしいな。さっきのあの弱々とした感じはどこに行ったのかなっていうぐらいすごい頼もしかったです。ただただ恥ずかしがる内山さんのローンウルフがまたここに戻ってきたというはいはいはい、ありました本当に。いやいやありがとうございます。ありがとうございますということでありがとうございます。はい、ただあの実はあの清水音響監督はキャストの皆さんそれぞれに、うん、そうだよみんなもこのくだりやろうよ、はい、いただいてるんですが、ま、今はちょっとあの時間の関係でいただいて気になる。ただあのコメント皆さんにあのしっかりお渡しさせていただきますので、はい、ぜひぜひ。番組で使わないのに全文書いてもらったののようです。もったいない。ありがとうございます。ありがとうございます。清水監督ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、それではその孤高のローンウルフ内山さん、はい、次のテーマを
お願いします。僕ちょっとね聞いてみたいのが、はい、こっちかマイク、マイク、うん、これかな、これはいはい、はい、ではマイク、どれだ、こちらの本音をスキャン、スキャン、木村良平の本音、内山さんに聞きたい、いいマイクには出会えましたいいマイク、内山さん、どういうこと、いいマイクには出会えましたか、どういうこと、どういうこと、いや、そろそろね家用のマイクを買い替えたいなと思ってて、うん、でなんか収録で会うたびにウッチーがオーディオ沼にズブ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 入り込んでいってるのを聞いてたから、うん、マイク教えてほしいなって思ってね。おこのコロナ禍の中でいろいろリモート収録のとかリモートで取材を受けるタイミングが結構増えてきて、なんか今までそういう機材とかに全く興味がなかったんですけど、はい、マイクちょっと買ってみようかなと思って、最初安いすぐパソコンにつなげるやつ買って使ってたんですけど、ありますね、それだけじゃちょっと満足できなくなってきて、このパソコンとマイクの間に機械、もう一つ機械が必要なやつも買い出して、おっていう話を収録してたんですよね。その良平くんにお伝えするならば、プラスそのマイクの周りを囲うリフレクションフィルターっていう新たなやつも増えました。はあ、すごいですね。ポップガードじゃなくて、ポップガードのよりそのマイクにもっとくっつける感じのやつ、ちょっとどんどん増えてますね。まあ正直これ楽屋で話せばいいから楽屋トーク、キャストに聞きたいことなんかないわ別にこういう話になるわ。いやでもなんかそういう機材とかちょっと調べ出すと、うん、今までそれこそ子供の頃からいたアフレコスタジオがなんて宝の山だったんだろうっていうのをちゃんと分かるようになりました。目の前にしてた、まあ、ずっと見てきたマイクが何十万もするんだとか知って、なんかすごいいいところにいたんだなって、なんかありがたくなりました、ね、どうみんな見た今のうちの顔ね、はい、だってうちがもう目キラキラさせてオーディオのこと話して、嬉しいじゃないのだってそんなねさあ次行きましょうか行きますか、はい、14年の月日万歳ということででは次に参りたいと思います。